はい、皆さんこんにちは、村田です。今回はね、もうサムネの通りでむちゃくちゃ薄いんだけど、どこにでも持ち運べてスマートフォンを便利に使えるスタンドですね。それがこれです。カーディスタンドというね、このパッと見板のように見えるんですけど、これがねこう組み上がっていってスマホスタンドに変形するという便利なアイテムです。普段の生活の中でスマホスタンドあると便利なシーンってめちゃめちゃ多いじゃないですか。例えばね、食事中にスマホで YouTube の動画を見たり、 Netflix で映画を見たり、そういった時に自分の手持ちでね、こういう風に iPhone を持ちながら見るよりもスマホスタンドに立てかけてみた方が楽だったり、あとはデスクで通知を確認をする時にね、こう平置きにしているよりもやっぱり立てかけておいた方が通知の確認をしやすかったり、そういった今ここでスマホスタンド使いたいんだけどっていう時に常に持ち歩いておけばめちゃめちゃ便利なんですね。なのでこちらね、クラウドファンディングでも非常に話題になっていたスマホスタンド、じっくりレビューをお届けします。それでは行きましょう、イントロ。はい、それではね、外観をチェックしていきましょう。カーディスタンドね、この材質っていうのはこのアルミが使われてるんですね。なので、まあ、こういったね iPhone とかの相性も非常にいいんじゃないかなと思います。この1枚の板からどのようにしてスマホスタンドに変形するのか、チェックしていきましょう。はい、まずですね、カラーバリエーションに関してはこちらのねシルバー、そしてグラファイトと馴染むダークグレイで、フェミニンなこのローズゴールド、この3色があります。今回レビューで使うのは僕のねこのグラファイトのカラーに合いそうなこのダークグレー、こちらを使っていきます。まずですね、この側面部分にあるこのボタンですね、こちらをプッシュしてあげるとこの台座となる面が飛び出してくるんですね。ちょっと押してみます。はい、こんな感じ、なんかこうポコンとこうね、なんか勢いよく飛び出す感じですね。これなんか結構このギミック個人的には好きですね。気持ちがいいでね、この台座がこうポコンと出てきたら、これを立ち上げていくことによって、このねこのこんな感じ、こんな感じでもうすでにねスマホスタンドの片鱗が見えますけれども、この角度調整がこうだん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 こう立っていくんですね。まあ、もちろんこう浅めにしたければこういう風に、こっちにしてあげれば浅くなる、でだん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 こう高くなっていくみたいな、こうシンプルな設計なんです。続いてちょっと分かりづらいのでこう見せますけれども、ここにこう押せるところがあるんですね。これを押しながらこんな感じでずらしてあげると、こう高さが調整できるようになるんです。なので一番低くてこんな感じで、一番高くてグッと上げるとここまで高さを出すことができるんですね。この角度を調整するっていうところと、そしてこの高さを調整してあげるっていうね、2つの角度と高さの組み合わせによって自分の最適な位置に iPhone を持ってくることができます。続いてね、最後ここのね足の部分をこう取り出してあげることによって、スマートフォンをこんな感じで立てかけることができるんです。で、一連の動作をちょっとねやってみると、こっから僕の場合だと押してあげて、角度を決めて、高さを出して、足を出す、こんな感じ、すごくねスタイリッシュじゃないですか。スマートにね片手で組み立てられる、そして戻す時にも足を収納してあげて、高さを下まで戻してあげる、そしてこの角度調整部分を上に持ってきて、最後は押すだけ。そうするとこんな感じ、1枚の板に戻ります。すごくスマートじゃないですか。で、細かい部分を見ていくと、ここの台座部分ですね、この台座部分にはラバー加工ですね施されてますので、スマートフォンのね背面が傷つくこともありませんし、滑り止めにもなります。で、同じくこの足の部分に関しても同じようにこのねラバー素材が使われてますので、ここもね配慮されているということですね。で、この裏側、こちら側にもラバー素材が使われてますので滑り止めになりますね。特にこういったねガラスの面のテーブルだと結構滑っちゃうことあると思うんですけど、ここもね滑り止めがあることによって
こんな感じで滑りにくくなっています、はい、もちろんですねスマートフォンの縦置きそして横置き両方とも対応していますし、縦置きにしながらここね空洞があるので、まあ、ライトニングポート充電ケーブルを接続して充電しながら使うこともできます、まあ、僕の使い方で言うと、まあ、仕事用にねあのデスクに置いて通知確認をするときはこんな風にして角度をちょっと設けてパソコンのねこうモニターとこう合わせるような感じで高さをこう合わせてあげたりとかね、まあ、こういった楽な姿勢でできることもありますし、滑り止めがあることによってこのままねフリック入力をすることもできるんですね。しっかり安定感もあるし使い勝手がとてもいいんじゃないかなと思います。はい、大きさに関してはもう iPhone 13 Pro とほとんど同じぐらいですね。重ねるとね分かるんですけどちょうどぴったり来るぐらいですね。で薄さに関しては iPhone より薄いたったの 7.5 ミリですね。なのでこんな風にしてポケット胸ポケットにもスルッと入りますし、なんだったらねこの iPhone をねこうちゃんと重ねてあげてこのまんま一緒にこう入れることすらできるんです。取り出して、まあ、使いたい時にはこう組み立てて使ってあげるっていうね、めちゃめちゃ携帯性という部分では高いですよね。常にねこんな風に合わせて持ち歩いておけば、まあ、どこにでもね、連れ出してすぐにスマホスタンドとしても使えるのでとても重宝しますよね。はい、ということでクラウドファンディングでも話題となっているスマホスタンドをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。1枚の板そして組み立てればこんな感じでスマホスタンドとしても使える便利なアイテムです。詳細はねこの動画の概要欄に商品ページをリンク入ってますので、そちらからぜひ購入してみてください。そしてこの動画参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。